火星のモノリスとは、火星の表面に存在する、長方形のように見える巨歴である。火星のモノリスとされるものが映っていたのは、火星の上空を周回している NASA の火星探査機、マーズリコネッサンスオービターに搭載されているカメラ、ヒリセによって2008年7月24日に、撮影された PSP-00934-2725 というファイル名の画像である。場所は、 南位7度13分52秒と計267度21分00秒、南位7.231度時計267.350度、マイナス7.231267.350の地点である。問題の物体は2009年頃に発見され、その形状と影の関係から、火星表面に立つ、長方形の物体として取り上げられた。 そしてこの物体の形状がアーサー・シー・クラークとスタンリー・キューブリックの SF 作品2001年宇宙の旅シリーズに登場する謎の物体であるモノリスに似ていることからこの岩は通称として火星のモノリスと呼ばれるようになった火星に存在する人工物のように見える物体ゆえかつて1976年にバイキング1号によって撮影された人面のように 見える岩と同じように、火星人が作った異物であるという話も一部で上がった。しかし、そのようなオカルト的な説を除けば、NASA の火星ミッションに関わっているジョナサンヒルによると、火星のモノリスは以下のような理由で説明されるという。火星のモノリスとされるものが映っている画像は、マーズリコネッサンスオービターが上空2 6 3 9トルの高さから、 撮影した画像である。この高さから撮影した場合の解像度は1ピクセルあたり26.4センチメートルである。この解像度の場合、やや縦長な楕円の形状を持つ約5メートルの大きさの巨力を撮影すると曲線の部分がぼかされ、まるで直線で構成された長方形型に見える。また、まるで岩が立っているように見えるような影も撮影されたのが 火星時間で15時27分という型であり、太陽の高度が低かったため、影が長く伸びたに過ぎないとされている。すなわち火星のモノリスは、モノリスの語源である、ラテン語の、一つの岩に過ぎないという。モノリスは、崖の下の近くにあり、周辺には、多数の岩が点在している。モノリスは、他の岩と同じく、崖の上から転落した岩の一つである。 可能性がある。ヒルは自身がモノリスを建てるとするならば、その場所は最後の候補になるだろうと述べている。なぜならば、崖の上にモノリスを建てたとしても、地質学的な時間のうちに崖から転落し、そして砂に渦漏れてしまって見えなくなるからだ。ありがとうございます。